現在海外で話題になっている運動、それがフィックスリシャという運動です。これは現状のリシャがあまりにも弱いから強化してくれという強化案になっています。その強化案が4つありまして、1つ目はライデンのような1秒前に月の刺激、2つ目が肩代わりを 75% アップして自己回復の CT を10秒にする、そして3つ目が爆発を通常攻撃判定化し、4つ目で全ての倍率を星5キャラ相当にするといったものです。原神はほとんどキャラクターの情報修正、下方修正というものがなく、勝利くらいですかね、情報修正されたのは。まあ、リシアも結構今弱いんで、もしかしたら強化されるかもみたいな感じがあるんですけど、ただこれをしてしまうと他のキャラクターもじゃあこいつも強化しろ、あいつも強化しろってなってしまうんで、この辺は結構難しいところですね。皆さんの意見はどうですか？ぜひお聞かせください。